ドミノです本日もですね、方角通詞解説シリーズやっていこうと思います。こちらにあります私の書籍、日本の歌、音曲と楽器と芸能にまつわる方角通詞、こちらを用いてですね、方角通詞の解説シリーズ制作しております。本動画がシリーズの第21弾となります。今回扱うのがですね、アンビエント、そしてノイズ、結構前衛的なね、音楽ジャンルだと思うんですけども、この辺りもしっかり本書で記述しております。ちょっと外観をね、掴みにくいジャンルだと思うので、その辺りしっかり伝えていけたら な,るなと思うんですが加えてですね高度経済成長そしてバブル景気を背景としまして日本国内からたくさんの電子機器が海外に出ていった時代なんですがそんな中で日本メーカーの電子機器音楽機器これらがどのような影響をま世界的に与えたかっていうのもちょっと解説していこうと思いますということでまずアンビエントですねアンビエントミュージック日本国内では環境音楽と訳されることが一般的ですが アンビエントミュージックの視点として広く見なされているのがフランスの作曲家エリックサティがいやもう100年近く前ですよ、えー、1917年に作曲した家具の音楽これが挙げられます日常生活に溶け込む家具のように意識的に注意を向けずとも聞かれる音楽をコンセプトに制作されたと作った作品に注意を向けなくても別にいいよっていうコンセプトで作るっていうのはね当時なかなか、えー、なかったことでした社交場で演奏される音楽がしばしば聞き流されることに 対してこれはサティなりの皮肉を込めたメッセージだったんですけども発表当時は大きな話題になりませんでしたが今日ではアンビエントミュージック、えー、環境音楽ですねそして背景音楽これはね BGM の訳語です、えー、これらの視点として広く見なされています 加えて、えー、アンビエントミュージックの成立に大きな影響を与えた作品として挙げたいのが、1952年にジョン・ケージが作曲した4分33秒。これ、有名なやつですよね。演奏者が全く音を出さない作品。これを果たして音楽と呼べるのか。で、ね、いろんな議論があると思うんですけども、そこが面白いポイントなんですよ。 全く音がないということはですね、聴衆は椅子のきしみだったりとか自分の心臓の鼓動音とかねえ、沈黙の中に存在する音と対峙することを余儀なくされます。まあ音楽と非音楽の境界を問われることになるわけですね。電子音楽の解説動画でミュージックコンクレートについても話しました。 で、それは現実音を録音し編集することで作曲を行うジャンルなんですけども、まあ、この時代になってくると音楽とえ非音楽の境界、ここがやっぱり重要な関心だったということですね。非音楽への関心はアンビエントミュージック成立への重要な着想となります。えさらにさらにジョン・ケージはですね、サティの家具の音楽に注目して再評価に向けての一条を担いました。これらの作品がアンビエントミュージック成立の背景として挙げられるのですが、具体的 次に、まあ、今日我々が考えるようなアンビエント・ミュージックが成立するのは一気に時間が飛んで70年代の後半ですね。元ロキシー・ミュージックのブライアン・イーノが78年に発表したアルバム、アンビエント・ワン、ミュージック・フォー・エアポーツ。こちらがですね、えー、空港でかけられる音楽を想定して制作された作品となっております。本作のライナーノーツの中でブライアン・イーノはアンビエント・ミュージックという言葉を発明します。まあだからこのライナーノーツがある意味彼なりのまあ評論行為とも言えると思うんです。 が、えー、さらにさらにジャンルの意義まで説明しています。背景音楽。これは BGM のことですね。背景音楽は環境を明るくすることでルーティンタスクの退屈さを紛らわせることが目的であるのに対し、アンビエントミュージックは特定の状況や空間に対し、精質さと思考のための余白を弱気することを目的とするとしました。さらにこのライナーノーツで重要なフレーズが飛び出します。ブライアン・イーノは、it must be as と定義しているんですが、これどういう意味かというと、興味をそそるが聞き流せるべきであると。 アンビエントミュージックとはそういう性質を持つべきであると定義しまして、ライナーノートを締めくくっています。このアルバムはですね、収録されている音もそうなんですけど、アンビエントミュージックという言葉が、えー、発明された、えー、さらに定義まで明示されているという意味で、アンビエントミュージック環境音楽の中でも非常に重要な作品となっております。で、この作品が日本に入ってきてほどなくしてですね、アンビエントミュージックは日本国内では環境音楽と訳されることが一般的となりました。ただ、ちょっとね、一点留意してよ。 置きたいのが、環境音楽という言葉自体は、えー、60年代の後半からすでに音響心理学の分野で使用されておりまして、まあ今日的な用法ではアンビエントミュージックの訳語として環境音楽を用いますが、まあ、ちょっと言葉がね、意味する範囲がこのあたりでちょろっと変わったというのがあります。日本国内のアンビエントミュージックの、えー、初期のね、えー、作品をちょっと上げていきたいんですけども、タージマ春旅行団を主催した小杉武久。はい、プログレのところでもちょっと出てきた名前ですね。 彼が75年に発表したソロアルバム、キャッチウェーブ。えー、これがですね、電子音楽だったり声とかバイオリンのサウンドがまるで弧を描くように循環する瞑想的な作品となっておりまして、ブライアン・イーノがアンビエントミュージックの明確な定義づけを行う前からすでに国内ではこういった作品が生まれていました。さらに、コソの春尾美もアンビエントミュージックに大きな足跡を残します。 YMO が81年に発表したアルバム BGM ではですね、すでにアンビエント的な傾向が垣間見えているのですが、この路線は、えー、ハウスのサブジャンルであるアンビエントハウスにも影響を与えます。細野さん、本当に幅広いですよね。そして YMO 解散ではなく、3回後の細野さんは、 一段とアンビエントミュージックに傾倒していくのですが、環境音楽をもじった観光音楽を標榜しまして、えー、ワールドミュージック的な文脈と接続した独自のサウンドを追求していきます。まあ、他にも吉村博士とかね、えー、日本の代表的なアンビエントミュージシャンとして挙げられますね。まあ、このあたりは何だろう非常に発掘が目覚ましい分野でもあって、当時のね、アンビエント的な、えー、アルバム、どん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 発掘されていって、再発されたり、えー、していく、えー、評論行為が行われていくみたいな、非常に 今日でも人気のあるジャンルと言えるのかなと思います。インターネットサブスクリプションの時代に入りまして、えー、日本のアンビエントミュージック、シティポップなどと同様に海外からの注目を集めるようになります。そうなんです。あの、シティポップとかの影に隠れがちなんですけども、実は、えー、日本のアンビエントミュージック、環境音楽、非常に今海外から注目されているんですね。ただ一方で、えー、海外の新しい聴衆の獲得と、それに伴って、えー、活発している評論行為、これがですね、ジャンルの性格を国内から規定される危険性をちょっとはらんでいる とと言えるのかなと思います2019年、もう本当につい最近ですね、えー、シアトルのレーベルからリリースされましたコンピレーションアルバム、環境音楽、ジャパニーズ・アンビエント・エンバイラメントニュー・エイジ・ミュージック、1980から1990というね、えー、ものがあるんですが、これがなんと同年のグラミー賞、ベスト・ヒストリカル・アルバム部門にノミネートされました。非常にね、えー、注目をされている分野なんですよ。ここのね、タイトルに注目していきたいんですが、あえて環境音楽を、ローマ字で環境音楽と タイトルに関していますでこれは、まあ、やっぱり日本のアンビエントミュージックにえ他の国にはない地域的な独自性があると暗示させるような意図がうかがえます。 で、このコンピレーションアルバムのライナーノーツでですね、スペンサー・ドーランという方が、ちょっと評論行為を行っているんですが、バブル経済を背景として予算を組んで楽曲を発注する企業。まあ、お金が余ってたから、そういうことをやる企業が当時いっぱいいたと。えそして、実験精神にあふれる気鋭のミュージシャンたちの蜜月関係がここで生まれて、日本国内の環境音楽が花開いたと説明をするんです。まあ、こういった視点もね、非常に面白いところがあるとは思うんですが、 まあ一方でそれだけじゃないよねっていうことですよね。実際に当時企業がね発注したそういった作品、これがなんでしょう、なんかレアグルーブ的な感じで和物みたいな、そこを積極的にたくさん掘ってって日本国内の隠れたアンビエントミュージックの名作を探そうみたいな動きとかもあったりするんですけども、一方でマサチューセッツ工科大学で日本研究を行うポール・ロケという方は、このようなイメージが打ち出されることによって環境音楽は店内 BGM のよう な機能優位の性格が強調されて国外に伝わる危険性をはらんでいると指摘していますバブル経済を背景として、えー、予算をねたっぷり組んで、えー、企業が発注している音楽そもそもアンビエントミュージックで売れない音楽だからこういう背景がないと成立しないよねみたいなのもありつつただ一方でそういった企業の意向をね、えー、組んで作られた作品は店内 bgm みたいな環境音楽というよりはなんか背景音楽の、えー、性格が強いものとして国外に伝わっていって じゃんじゃないのって指摘をしているわけですまあポールロケのこの指摘は日本のアンビエントミュージックが直面している足場の不安定さ、えー、これを見事に掴み取っていると思うんですがここで僕が言いたいのはですねコンピ版の環境音楽でスペンサー・ドーランが行った評論そしてポールロケが行った評論これ両方とも国外の人たちによる評論なんですよで彼らの評論実際にめちゃめちゃ優れてるんだけどこれらが外国人の手によるものだという事実もまあ国内のね、えー、アンビエント ミュージック環境音楽を取り巻く状況を象徴しているのかなと思いますはいももしもしこちらミ,ノミュージックです続きましてはノイズミュージック、えー、略してノイズですね解説していこうと思うのですがノイズとは騒音電子音機械音即興演奏不協和音非音楽的な発声などなどのノイズを用いて表現を行うジャンルです ま、極めてアバンギャルドな音楽表現であると言えるのかなと思うのですが、これ教科書とかでも習うやつだと思うんですけども、西洋音楽におけるえ三原則、リズム、メロディー、ハーモニー、ま、こういったのに代表される古典的な音楽領域。ここまでが音楽なんだよ。この外で鳴ってる音は音楽じゃないよ、みたいな。そこの境界を問うような、あるいは意義を唱えるようなジャンルと言えるのかなと思います。日本ではこれまでたくさんのノイズのミュージシャンが登場してきておりまして、ま、特に1990年前後、 前後に今日的にもねよく聞かれる作品が多数発表されました、えー、国際的にも日本のノイズミュージック愛好家が多くてですね、えー、国外のリスナーによって日本国内のシーンはジャパノイズと名付けられているのですがまあ、こうした、えー、ジャンル名に反発を覚えるミュージシャンも存在するというのはちょっと付け加えておきたいと思います国内でこうしたジャンルの先駆的な作品を作ったのが作曲家の岩澤ジョージですねそうなんですやっぱり現代音楽の分野からこういった作品が出てきたんですね1962年 発表のホワイトノイズによるプロジェクション SM プラスティックというね、えー、作品はいこれがあらゆる過長周波数を含んだホワイトノイズ、えー、これを使用した作品となっておりまして NHK 電子音楽スタジオで作られましたいやすごいよね NHK 電子音楽スタジオ国内の電子音楽の起点にもなっているし現代音楽ともね非常に密接に関わっているしさらにノイズミュージックのね国内第1号もここから生まれているとこのミュージシャンはねちょっとどの項目で扱うか迷った んんでですすがノイズの項目に、えー、突っ込んでいます60年代後半から90年代の後半にかけまして、アンダーグラウンドシーンで活動を行った、水谷隆率いる裸のラリーズ彼らはですね、活動の初期からフィードバック音が洪水のように打ち寄せる、えー、そんな演奏を行っていたのですが、公式な作品リリースがなかなか行われていなくて、えー、ライブ活動と海賊版での音源流通が中心のミステリアスな、えー、活動でカルト的な人気を得ました。僕がね、中学生、高校、 のの頃ととかかかでででもすすにまあ、というか当たたり前か、えー、裸のラリーズ著名だったんですけどやっぱりね、僕、名前は知ってても作品は聞いたことなかったですね。海賊版とかどこで手に入れるのかわかんなかったし、まあそんなすごい謎めいた存在だったのをね、記憶しています。1980年代に入ってくると国内で豊かなノイズのシーンが形成され始めます。その代表的な存在として挙げられるのが、メルツバー名義で活動する秋田正美ですね。 これまでなんと300枚以上のアルバムを発表していて、さらに分筆活動も旺盛に行っているのですが、この人が書いたね、えー、ノイズに関する数々の文章、非常にこの本書くのにもね、役に立ちました。めっちゃね、分筆家としても非常に優秀な方ですね。他にノイズ関連で著名なミュージシャン上げていくと、中原雅也のユニットである、暴力温泉芸者、CCC、マゾンナ、MSBR、あるいは90年代にね、活動を開始したギターウルフ、 パンクロックとも言えると思うんですけども、極めてアグレッシブなサウンドからノイズロックと形容されることもあります。ギターウルフのね、ライブ一回行ってみたらわかるんですけど、マジで音の洪水です。ただめちゃくちゃかっこいい。ノイズロックと言われるのもね、ちょっとわかりますよね。 では、さらに、え、ここからですね、メイドインジャパンの音楽機器について話していこうと思うんですが、いや、この時期の国産メーカーによるね、音楽機器、非常に大きな影響を世界的に与えています。で、それらをね、え、ちょっと無視することはできない。冒頭でもちょろっと話したんですが、ま、当時やっぱ日本メーカーのね、自動車だったり電化製品、国際市場を石鹸していました。え、日米貿易摩擦みたいなのもありましたよね。こう、アメリカの工場労働者とかが日本車をね、ぶっ壊してる映像とか、僕は多分ね、世代的にニュース とかでギリギリ見たことがある世代なんですけどもはいまあああいうのね記憶に残ってる人もいると思うんですが楽器音楽機器オーディオ機材なども、えー、例に漏れず国際的に広く流通していきます僕があの20代の頃シアトルで過ごしていた時に非常に驚いたのが ま、そもそも日本車ってたくさん走ってるんですけども、中でもですね、80年代に作られた日本車が未だにめちゃくちゃ走ってるんですよ。で、これどういうことかっていうと、めっちゃ品質がいいんですよね。当時、研究開発費とかにね、え、めちゃめちゃお金かけれたっていうのもあると思うんだけど、元気に、え、未だに80年代の車がね、え、アメリカで走っているのを見てちょっと、改めて当時の日本のなんか、技術力の高さみたいなのね、え、感じたところがあったりしたんですが、ま、あ自動車メーカーまだまだ元気なとこ多いです。 けどちょっと電化製品とかねだんだん国産の元気なくなってきているのを見ると、えー、少し切なく感じたりもしたりするんですがまあそれはちょっと余談ですよねまずやっぱりこれは欠かせないですねソニーが79年に発売しました世界初の携帯音楽プレイヤーウォークマンそもそもだから今日だともうスマートフォンとかも登場して当たり前になってますけども音楽を携帯して聴くっていうのが当時一般的ではなかったわけです ウォークマンの仕様なんですけども、コンパクトなデザインに炭酸電池2本で駆動しまして、カセットテープをステレオで聞くことができる仕様で、これが若者たちの間で評判となりまして、グローバルなヒット商品となりました。イヤホンをね、垂らして音楽を聴きながら歩いている若者が、もう街中に出現するようになるわけですね。平成中期ぐらいになってくると、アップル社製の iPod とかね、非常に人気を得ました。白いイヤホンを今度垂らして若者が街中を歩いているみたいなね。えー、そういうのもあったと思いますけど、そういう動きの の起点となる製品ですねめちゃくちゃざっくり駆け足で見ていくとウォークマンがあって ipod があって iphone スマートフォンに繋がってくる、えー、そういった感じの流れさらにローランドローランドはすごいですよ70年代前半から多くの挑戦的な製品をね発表し続けている総合電気楽器メーカーなんですが中でも菊本忠おらが開発に携わった80年代前半に発表されたドラムマシンの tr 808通称八百屋ですねまあこれはもう本当に、えー、リズムマシンドラム ドラムマシンの王様みたいな感じでヒップホップの成立から今日に至るまでもうずっとあらゆるヒップホップダンスミュージックポップスで使われているドラム音源の素材となっています。 さらにそれの後継機の TR-909 とかね、えー。あるいはベースシンセサイザーの TB-303 とか。これら全部 ROLAND が作ったんですけども、TR-909 はデトロイトテクノとかシカゴハウスの代名詞と言えるほどの、えー、サウンド。そして TB-303 は、これベースシンセサイザーなんですけども、こうフィルターのね、つまみを動かすとベースがなんかこう音がトレブリになったり、こう低音が強調されたりするみたいな。そんな感じのシーケンサーでして、 この操作を使って生まれる独自のサウンドを用いたクラブミュージック全般を指してアシッドハウスと呼びます。もうだから TB303 イコールアシッドハウスみたいな関係性なんですね。まあ、r o l a はこうした名機を立て続けに発表しました。さらにさらに、今日 DTM とか DAW とかやる人はね、もう本当に身近な存在だと思うんですけども、MIDI。これもね、この時期に発明されているんですね。MIDI とはミュージカルインストルメントデジタルインターフェース。 のことなんですけども当時音楽制作の現場でデジタル機器が増えてきたそうなってくるとメーカーそれぞれが電子楽器の演奏データを数値化しまして危機器で転送するための企画を開発するようになりますただ一方でですねローランドの創業者である架橋育太郎さんえ彼が各社の利害関係を超えたあらゆる電子楽器のデータをデジタル転送が可能な共通企画の開発を提唱しましたこれ本当にやってくれてよかったよね共通企画が生まれてなかったら 今日で音楽制作めちゃくちゃ大変じゃないですかなんとかさんはこのシンセサイザーで作りました僕はなんとかっていうダウ w で音楽を作っていますと、えー、それぞれの企画が違うから、えー、転送ができませんみたいになったらめっちゃ面倒くさいよね本当にかけはしさん、えー、ミディの、ねえー、開発の提唱をしてくれてありがとうございます 1979年、国内からはですね、ローランドを筆頭としまして、ヤマハ、コルグ、可愛楽器、そしてアメリカからはシーケンシャルサーケット、そしてオーバーハイムが賛同しまして、共通企画であるミディの開発が始動します。ミディは、音程、演奏のタイミング、音量などを記録しまして、メーカーに関係なく楽器や機材同士で、それらのデータのやり取りを可能としました。で、ミディってめちゃめちゃファイルのね、サイズが軽量なんですよ。これがね、結構面白い副産物を呼んでいて、例えばカラオケとか、携帯電話の着 新メロディーとか駅のプラットフォームで流れる発車メロディーとかああいったのはね右が使われています例えばそれまでのカラオケって LD ディスク何枚組みたいな感じで収録曲が膨大になってくるとたくさんのこうディスクをねえ揃えてそっからえ歌いたい曲を選んで選択するみたいな感じだったんですけども通信カラオケが出てくるとミィのデータをやり取りすることによってたくさんのディスクを用意しなくてもカラオケを歌うことができるみたいな技術の発展がありました のの登場はあらゆる楽器の電子化を促進しを可能としまてコンいやー、ミディがない DTM とかダウの制作環境なんてもう悪夢みたいなもんですよね。本当にミディがあってよかった。まあなんならだから巨大なね、オーケストラを本来必要とするようなスケールの大きい作品であっても、ミディを使えば、えー、個人で作ることができる。えー、あるいはですね、初音ミクの、えー、登場なんかもミディの技術があっての発明ということで、そのあたり全部実は 地続きでつながっていますミノミュージックをご覧の皆様ごきげんようはいということでいかがだったでしょうか今回はアンビエントミュージックノイズミュージックそして国産の音楽機器について解説していきました本動画シリーズのベースとなっております私の書籍日本の歌音曲と楽器と芸能にまつわる通詞、えー、よかったら手に取ってもらえると嬉しいなと思いますそんな感じでミノミュージックでしたそれでは